おはようございます。釣り子 TV です。昨日ね、動画で釣り具屋さんに行ってきたよなんてアップしたんですけども、何が欲しかったのかっていうと、実はこれ、ファクトのですね、ラストエース80のフローティング仕様 F が出たよっていうことで、これが何やらもう店頭に並び出しているらしいっていうことで、これからの時期にね、この手のワームすごいね使うので、一個欲しいなーって思っていて、で御徒町のねキーポンに行ったところ、しっかりと売っていたので、買うことができました。まあこれね、もうパッケージの外側から見てもわかる。ここまで、ね、綺麗なカラーリング、生めかしくて。ねえ。これすごいなぁと思ってね。まあ早速ね、どんな感じか開けていきたいと思います。パッケージはですね、こんな感じで細かい説明もびっしり書かれているので、まあここら辺も後で見ていきますけども、まずね、実際に手に取ってどんな感じか、ね、ここ見たいですね。で価格はね、4本入りで1100円っていうことで、まあちょっとねお高めのワームになりますよね。まあここまでカラーリングがしっかりがっつりしていたら、まあそれぐらいしちゃうのかなーなんていうね。はーい、こういった感じのブリスターパッケージに入っていまして、パコッ、ちょうど1匹ついてきた。はい、出てきましたよ。これすごいなあ。ちょっと見れば見るほどね、なんだろう、釣れそうっていう感じですよね。こんなね、ワームってこんな細かくカラーリングできるんだなっていうところと、まあしっかりね目なんかはついてくれていて、でまあ特徴的なね上と下にヒレがついていて、尻尾の形状はこんな感じ。はー、でちょっと単体でのね重さなんかも測っておきたいと思いますね。フローティングっていうことで、ラストエースの F はですね、1個あたり2.3g、 はちょっと見えづらいか、 2.3g ですね。軽いですけども、手に持った感じはね、こうソリッドな感じで、中にギューッと身が詰まっていてぶっ飛びそうだななんていう印象があります。まあフックをどれにするかとかね、そういった感じでいろいろと、考えていけばいいのかなと思いますけども、基本はまあノーシンカーでピクピクとかで使うんだと思うんですけども、使い方のところね、ちょっと見ていきたいと思います。で、あ、そっか、80mm でフローティングでエラストマー素材採用なんですね。だから注意点としては、他のワームと一緒にごっちゃに入れていたりするとちょっと溶けちゃったりするよっていうところがあるんで、まずはですね、エラストマー素材採用っていうことですね。ここら辺をしっかり覚えておかないと、あ、なんかってこう他のワームと一緒に入れてたらベターってね、溶けちゃうかもしれないので、まあ、高級ワームなんでね、そうならないように気をつけましょうというところで、まさにベイトフィッシュそのもの、釣れない時の切り札、ラストエースのフローティングタイプ、水面で止めるだけで瀕死の、ベイトフィッシュを完全再現し、バスの捕食スイッチを入れる、表層付近を無警戒に泳がせてバスに躊躇なく吸い込ませる、水面に追われ逃げ惑う様を演出してバスを狂わせ襲わせる、とうとう超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプシークレットベイトっていうことで、あーそっか、ここ見るとねいろいろ書いてあるんですけども、まあ基本は先ほど言ったような、水面ピクピク提灯釣り、マス針だと、3番から1番が推奨だよっていうことで、ここのヒレのあたりにねセンターにかけてピク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 ってね、こういう動かし方と、あとはねこう頭のところにかけてね、でジャーク&トゥイッチでね、あとは水面アイジ引きでも使うっていうね、こういった使い方、その場合はこのね今映ってるように、ボディを横向きにして、でこう目の方に抜く、そういう引き方で多分この
ヒレとかが安定させるためにすごい一役買って、綺麗な合い地引きとかができるんじゃないかな。あとはトゥイッチしたらすごいね、もう逃げ惑うベイトフィッシュそのものって、そんな動きになると思うんですけども。であとね、これ最近の釣りですね、ホバスト、ね、ホバスト90度アイフックをまあ購入して、ネイル進化の 0.3g から 0.45g を入れて、で、ここの背びれをカットしてですね、ここに書いてある背びれをカットして、こういったホバスト仕様にしていかがですかって、こういうことが書いてありますね。あー、バッチリそうですね。で、水晶タックルは、スピニング6から7フィートのウルトラライトクラスで、ラインはフロロカーボンの3から5ポンド推奨ですよーっていうことですね。で、エラストマー素材の、リアルベイトフィッシュシェイプボディってね、まあ、強度と、浮力を兼ね揃えたっていうことですね。で、複雑かつ立体的な表現を可能にする、あ、塗装とプリントを組み合わせたダブルカラーリング。あ、そっか、プリントしたものにさらに丁寧に塗装を施すことによって、このちょっと見えづらいかな、繊細なカラーリング、この上の網見えるかな、とんでもない綺麗なんですよ。こういうことが再現されているんですね。まあ、あとはまあ下に注意書きがあって、さっきも言ったんですけども、他のワームと一緒にしたりすると溶け出しちゃったりすることがあるよっていうね、まあ、こんなパッケージに入っていて販売されているので、いやー、これね、まあこの状態でボックスに入れてね持っていけばいいのか、これはまあ出しどころとしてはね、通常の表層使いももちろんなんですけども、最近水槽を使ってこう水中でのね、いろんなリグでの動きを見ていると、こういった浮力のあるワームをダウンショットとか、はたまたまあヘビキャロとかスプリットショットとか、ジグヘッドリグとか、まあ、水中に入れ込む使い方をした時の独特なね、今までの沈むワームとは違った、あの感じっていうのすごい釣れそうだなぁなんて思っているので、で、浮力もあるから、例えば、スモラバのトレーラーにしてミドストした時なんかも、中層オレンジミッドストローリングなんかをキープしやすいんではないかなぁなんていう目論みもあるので、それで目の前に来たらこんなリアルシェイプであれば、ちょっとあいつどうやったら口使うんだろうっていうね、困っちゃう、狡猾なバスも一発で騙せるんじゃないかな。ね、ボックスにお守り的にちょっと隠し持っておこうかななんていうね、そんなね、必殺ルアーじゃないかななんて思ってるんですよね。で、ね、ホバストの針みたいなのも、今回釣り具屋さんに行って買うことができたので、ちょっと長くなってきちゃったんで、これまた水中でどんな感じで見えるかとか、そこら辺はね別に撮影して、ラストエースの新しい 80F、まあ水槽での動きみたいな感じでね動画作ろうかななんていうふうに思うんですけども、まずはまずは重さと大体の雰囲気ですね、こういったところをまず買ってきたばっかりなんですけどもね、こんな感じですということで、見てきました。皆さんだったらどんな感じのリグで使いますか。俺ちょっと普通じゃないけどこんな感じのリグで使おうと思うんだとか、なんかねすごいアイデアあったらぜひねコメント欄とかで教えてくださいね。またあと水中の動画でこんな感じのリグでの動き見たい、重り何グラムぐらいのが見てみたいとか、そういった要望もありましたらですね、ぜひねどしどしとコメントいただければと思うんですけども、個人的にはせっかくホバストの専用の針も変えたので、ホバストで水槽の中でピクピク水中で定点保持アクションさせたらどんな風に見えてくるのかっていうね、ここら辺がね非常に楽しみなので、まだねちょっとね外が明るいんで反射しちゃうんで撮れないんですけども、まあ夜にな、まあ、暗くなったらねやってるんですけども、そんな感じでね、またラストエースの方は追いかけていこうと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、こちらエバーグリーンからね、いよいよ出たね、これね、ずっと雑誌とかで見て気になっていたんですね。ラストエースの 80F、これを買ってきてみてよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。